どうすんねんこれ。レギュラー争い熾烈すぎるやろ。ライトが余ってしまった。最初は井上森下併用でええやろ。どっちも途中でバテるやろし。左に強い井上と併用でいいやん。高山俊さんを信じろ。守備考えたら森下一択。最強投手陣なんだから守備固めた方が良い。外野が落球とか後逸したら終わり。板山のええとこって何？アジアメンタル。肩は強い。ショートと捕手以外守れるユーティリティ。糸原も外野やれよ。そもそもノイジーが通用するのかも謎よな。井上が今日レフトやったけどあれがシーズンで実現するならロマンハイグリな。森下にしろ井上にしろオープン戦で結果出てからやな。佐藤輝明は、ガン HR 打ってたし。井上はフォームがめっちゃ良くなってるよな。投手陣の方が熾烈やろ。そうえげつないやん。